2016年、ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて、日本一から世界一になったなってですね、バイナリーオプションスペシャリスト社となった半間八尾先生です。現在ズルトレーダーは FX 統一になってます。一応ね、先生の資格持ってるんで、スペシャリスト社というかですね、報告しまして、一応ですね、私の講義をしております。で、今日ですね、2018年の、8月ですか。で、今夜中なんですけれども、いろいろね、コンピューター分析とか、分析でいろいろ知ったこと、そうですね、そして良し悪しね、いろいろ勉強しました。今日ね、稼げる方法を一つ見つかったんですけれども、これはね、コンピューター分析ができないときに非常に有利じゃないかと。30秒のバイナリーオプション、これをやってみましたら結構稼げるかもしれないなというふうなことが今日見えました。デモでやったんですけどね。30秒のバイナリーオプション、これはね、コンピューター分析も何もしないんですね。直感と勘ですね。で、上下の変化ですね。あんまり上上がったりすぎるんじゃなくて、幅の狭いもので上下しているものを選んで、数か国を選んで、それに対して上下で投資するんですね。で、30秒で1回投資したら30秒を置くと。それで、ダブルでダダダと打つことはしないんですね。私の方法はね、いろいろ方法あると思うんですけども、それでね、結構いけるんじゃないかなというようなことで、コンピュータ分析もなくてですね、ただ、直感とだけ、感だけで何も分析しないで、ね、動きを見てね、機敏に投資するという方法が、非常に、いい場合があるということが分かりました。で、長い分析ですね、15分とか5分とかいうのはコンピュータ分析じゃないと難しいかなと。4時間とか1日のね、バイナリーオプションとかいろいろありますけど、2時間とかね、これコンピュータ分析は必要だと思うんですけどね。直感的に、その動物的にね、投資して狙うということでね、何にも機材なくて、難しいことなくて、インターネットカフェでも行ってね、手軽にポンポンポンって打ってね、自分の口座でね、稼ぐなんていうことができるということが分かりました。若い人は非常にまた強いんじゃないかな。反射神経とか敏感なね、若い人にはものすごく有利ですね。あと女性の方も有利じゃないかな。若い女性なんかね、敏感な、ね、投資短いんでね、一番短い幅ですから、一般的にね、ハイアンドロー車では30秒一番短いですね。でね、今度デモで猛特訓して、本当にね、完全にね、身につくようにね、練習して今度やってみたいと思います。コンピューター分析今度なくしてですね、訓練してみようと思います。何ヶ月間ですけどね、確かに稼げると思うんです。で、時間がありますね。夜中だとあれが少ないから、終わりはね、どん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 ね、逆張りでね、打たないといけないんですね。30秒間は起きますけど、4連敗は起きましたね。その時はもう4回負けますから、きつかったなというようなことで印象的で、デモではプラスになりました。で、バチバチ打たないんですね、難品はね。まあ、大岩は本当怖かったということですね。
まあ、あの何もね難しいことなく勘だけで、動きを見てね読んで投資する30秒、敏感ですけどね、すぐねあの決算されちゃいますからね、30秒でね投資してからね、これはもう、稼ぐんだったら一番いいんじゃないですかね、直感で投資する、コンピューターの分析も何もなしでね、ね数学のあの波形だけ見てね、動きの敏感なね、ということがあのちょっと分かりました。で、あの私ちょっともう還暦なんで、あの少し鈍いところはあるんですけど、練習してね償おうかと思ってます。デモで2回ともやってね、で無理しないで2回とも勝ちましたから。だけども大変でしたね。4時間でちょっとずつ稼ぐ感じですね。2等分ぐらいですね、戦術として。そういうことですね。まあ非常に大きなことだったんで発表させていただきました。今後ねまたデモで訓練してライブでお見せしたいと思います。今日鞘取り引きで大負けしておりますね。しょうがないと思ってますけどもね、この方法をねちょっとまた出してきたのはその、負けたということがありまして、休憩ですね、新方法ですね、コンピュータ分析しないでやってみようということでね、通してみた結果うまく量の動きとなりました。どうもありがとうございました。バイナリーオプションスペシャリスト社の半間岩尾先生でした。